はい、今回のテーマとしてはシンプルかつ強力な1球目攻撃、激速バックサーブのポイントについて詳しく解説をしていきたいと思います。現在はあまり使われなくなったこのバックサーブですね。バックサーブで強い回転をかけることができたら、それもすごい強力なんですけど、それ以外にもスピードですね。表選手は特にこう表らしいパンパンパンって速い展開に持っていくためにすごく使えるサーブですので、ぜひとも覚えていただきたいです。ではやっていきましょう。はい、こちらのバックサーブを出すために意識していただきたいポイントの一つ目としては、第一バウンドの場所ですね。というのは第一バウンドの落とす場所として、まずこの白線ですね、白線の場所に落としてあげるということが大事になってきます。やっぱり台の真ん中ぐらいにサーブを落としてしまうとネットにかかってしまったりすることが多くなってくるので、まずはこの白線に落とす。そしてインパクトする位置の高さですね、ここが結構見落とされがちになってきて、いくらこの白線にサーブを落とすことができても上から叩きつけるように高くこう当ててしまうとボールはオーバーミスしてしまうので、目安としてはネットの白線よりも下、低く当てるということです。低い場所からこの白線に向けて当ててサーブを出すことによって速いサーブを出すことが可能になってくるので、まずはこの高さと当てる場所、この2つを意識してサーブを出すようにしましょう。2つ目のポイントとしては、やや体を横に向けて体を使ってスイングするということです。良くない例としては速いサーブを出したいからといって前に押し出すようにサーブを出すということ、こうしてしまうと逆に速いサーブが出せないです。そして前に力が加わりすぎて手元にサーブを落とすことも難しくなりますし、結果的に安定しなくなるんですね。なのでしっかりサーブを出すためには、まずは体をちょっと横に向けてもらった方がいいです。横に向けてもらった方がしっかり体を使ってサーブを出すことができるんで、やや半身になってそこから体をしっかり使う、イメージとしては軽くバックハンド振るような形かなと思います。そういったふうにサーブでしっかり体を使って出すことによって、スイングが前に行きにくくなるんです。体を使うだけで勝手に力が加わってくれるんで、それ以上に手をこうやって前に押してしまうとサーブは不安定になってしまうので、この体を使うだけの力でサーブを飛ばし上げるように意識しましょう。そうすることで速いサーブのコントロールがやりやすくなります。3つ目のポイントとしては、インパクトの瞬間に指の握りを加えてもらうということです。今お伝えさせてもらった2つのポイントでも十分速いサーブを出すことが可能になるんですけど、その中でさらにサーブの質を上げるためのポイントですね、この指の握りですね、ラケットの先端がちょっと動くようなイメージです。これを加えてもらうことによってサーブに強い前進回転を加えることもできますし、スピードの底上げにもつながってくるんですよ。いろんな技術においてペンホルダーは指の使い方がとても大事になってくるんですけど、このサーブ領域もそうですね、体使うだけでもいいんですけど、最後体を使って最後にクッてこうちょっと指の握りを加えることによってより回転量、サーブのスピードの底上げを図ることができますので、最後に取り入れてもらえるといいかなと思います。こういう形ですよね。何も体を使わなくても指の力だけでこれだけ速いサーブを出すことができるんで、しっかり体の中に加えることができたらいいかなと思います。次はサーブを出しながら解説をしていきたいと思います。はい、まずはサーブを出していきたいと思います。いかがでしょうか。このサーブをしっかり出すことができれば、やっぱり相手を驚かせることができるんですね。速いロングサーブを出す中に、フォア前にピタッと止まるようなサーブを組み合わせていくことで、長短の変化をつけることもできますので、すごくおすすめのサーブです。
で、このサーブの応用編になってくるんですけど、次は体の向きと出す方向を変えていきましょう。まあ、いわゆる逆モーションですよね。やっぱ速いサーブといっても、その相手の方向に打ちますよっていう風にサーブを出したら、やはり相手にしっかりレシーブをされてしまうことが多くなるので、ちょっとした逆モーションを加えることによって相手の逆をついて、うまく出した時は相手をノータッチで抜けるようなサーブにしてもらえるといいかなと思います。で、そのやり方というのは、例えばバック側に速いサーブを出す時に、体はある程度フォアに向けておくんですよ。フォアに向けた状態でバック側、ちょっと手先の感覚にもなってくるんですけど、下半身だけはちょっと使うような意識を持って、上半身はある程度フォアに向けた状態でサーブを出すことができれば、相手の読みを外すことが可能になります。まあ、その反対もありですね。まあ、こちらの方が有効的かなと思います。まあ、バック側に体を向けてフォア側にサーブを出す。こういった形ですね。まあ、フォア側に出すときは上回転を強くかけてあげることによって、相手が角に当たったり詰まらせるようなサーブを出すことができるようになりますので、まあ、ぜひとも取り入れていただければいいかなと思います。そしてもう一つの応用編としては、ナックルロングをちょっと加えてもらうということですね。まあ、今までさせてもらった速いロングサーブ、激速ロングサーブはどちらかというと上回転を強くかけていたんですけど、この中に軽いナックルロングを加えてもらうことによって、相手がポトッと落とすようなミスを誘うことができます。で、そのやり方というのはそんなに難しくはないです。まあ、今サーブを出すときは基本的に指の握りでちょっとこうボールに上回転をかけてたんですけど、これをなくせばいいだけです。まあ、ラケット面をややまっすぐにして、このまま体使ってスイング、そうすることで勝手にナックルロングになってくれます。特に表ラバーだとナックルロングってすごい出しやすいので、まあ、やっていただきたいサーブですね。まあ、ラケット面を、まあ、フラット90度、まあ、難しかったらちょっと上に向けてもらってもいいんですけど、この角度でラケットを押し出してあげる、押し出してあげる。まあ、最初はそんなにスピードを出せなくてもいいので、こういう当て方をしたらナックルロングになるんやっていう形をしっかり練習してもらって、その後にスピードを足していってもらえれば質の高いサーブになっていきますので、まずは当たり方、こう当たればナックルになるんやっていうのをしっかり練習をやってもらって掴んでもらうことが大事になってきます。まあ、表らしい上からパンパンパンって押し込んでいく戦術に持っていきやすいサーブですので、ぜひ一度お試しください。はい、今回お伝えさせてもらったこのバックサーブですね。もうバックサーブというだけで現在使っている方が少ないんで取り入れていただいた方がいいんですよ。で、こういったバックサーブの中でも、まあまりやる人が少ないサーブですね。まあ、これだけ速いサーブを両サイドにしっかり散らすことができれば、それだけで相手からしたら怖さがあるんですよね。いわゆる1球目攻撃で、このサーブから上からパンパンパンって叩く展開を作ることができれば、いわゆる前陣速攻が完成するので、まあ、私の中ですごいおすすめのサーブになっております。もしこの動画が参考になった方は、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。